はい、お昼の FX ですけども、朝の放送した直後に私、もうエントリーしてるんですよ、売りで。売りのポイントが109円の199で売りに入ってます。で、決済差し値が、ストップロスが109円の545でかけていて、で、決済差し値のテイクプロフィットが108円の633ですね。で、現在価格が109円の112なんで、119から112引いて、まあ、割と取れてるなっていうところではあるんですけども、これがね、4時間足です。1時間足見てると、こう1回上がってるんで、ここで、あ、やばいやばいと思って、切っちゃうこともあるんですけども、私は1回組み上げて下にドンと行くのも何回も見てるんで、まあちょっと上がるだろうなと。で、テイクプロフィットラインをかなり上の方に取ってきて、テイクプロフィットじゃない、ストップロスをかなり上に取って、109円の560のあたりに取ってですね、545ですね。で、利益確定のラインをかなりその2倍ぐらい下に設けてますんで、リスクリワード 2.1 という形でやってます。まだまだ下がると思うんで、このまま夕方まで突っ走っていこうかなと思いますけども、皆さんはどうでしょうか。今日もね、利益が取れていると。ここで決済しても結構美味しいんですけども、昨日のこともあるんで、もうちょっと踏ん張って根性出して、このね、プロスペクト理論、この利益を欲しいがために、後の利益をなくしてしまうんではなくて、ちょっとかけてみようかなと思います。それではまた夕方放送をお楽しみに。